皆さんこんにちは。ノアミュージックスクールギター講師の佐藤です。今日は初心者向けの動画を紹介したいと思います。皆さんよろしくお願いします。今回はメロディーを弾くときに他の弦が鳴ってしまうのを防ぐ方法について説明したいと思います。音階を弾いてみますね。今5弦から4弦にこう指が動いた時にですね、音すごい綺麗になってたと思うんですけれども、こう弦から弦に指が動く時に、押さえてる弦をこう離す時に開放弦が鳴ってしまう時があるんですね。それを防ぐために人差し指の先っちょですね、この部分、ここを使って1本上の弦を少し軽く触れとくんですね。そうすると綺麗に音を鳴らすことができます。今5弦の3フレット5フレット7フレットでドレミと弾きました。その後に4弦の3フレットファの音ですね、これを押さえた瞬間に人差し指の先で4弦のファの音を押さえながら5弦のところ、5弦の下のところからちょっと触れておきます。そうすると5弦の音が鳴らないので綺麗な音で鳴らすことができます。3弦の人差し指も同じように4弦を触れます。これでノイズを減らすことができます。